はいそれでは TCP3way ハンドシェイクそしてウィンドウ制御について説明していきますまず TCP というところは以前この OSI 参照モデルを話した時にレイヤー4のトランスポート層に該当するというところを話しました TCP や UDP というところはデータ通信の制御を行うものというところで語りましたそしてこの TCP の通信は大きく3つの段階に分かれています 1>, 1つ目はコネクションの確率2つ目はデータのやり取り3つ目はコネクションの終了という風な流れになりますではそれぞれの流れについて説明していきますまずコネクションの確率ですねクライアントの PC ノートパソコンからサーバー突破口 .com のホームページのデータが入っているサーバーに対してデータをくださいという風にやり取りをするというところの 前段階になりま,すまずクライアントのパソコンは通信してもいいですかというふうにサーバーに問い合わせるためにシンフラグシンクフラグとも言いますシンクフラグというところを1にしてサーバー側に送りますそしてサーバー側がこれを受け取って接続してもいいですよということだったらこのシンクフラグに加えてアック というフララグにに1を立ててクライアント側にいいですよと返信すするようなな感じになりますいいですよというふうなのを受け取りましたというところでクライアントからサーバーに対してもう一度こちらアックフラグを1にしてサーバーに送ってあげるという流れになりますこのクライアントとサーバー間で3回やり取りが発生してますけど この流れをウェェイイハンドシクと言いますそして次にデータのやり取りになりますただデータのやり取りというところは一気にはできずにあらかじめ決められたバイト数のデータしかやり取りできません例えば1,000バイトずつしかやり取りできないということだったら仮に6,000バイトのデータを送受信したいという場合は6回やり取りが発生するようなイメージになります ただこのやり取りする順番が重要で例えば「こんにちは」というふうにやり取りしたいのにその届く順番がバラバラだったりしたら「うこちには」みたいなわけのわからないデータになってしまいます。このののの順順順番番デデーータタ受け取るるが違ってもも序を保証するものに 確認応答番号やシーケンス番号などといった制御があります。今回は前提としてパソコン側から200バイトと300バイトのデータを2回に分けて送りそれぞれの返信としてサーバー側から1400バイトと700バイトのパケットデータを送るという風な前提で話を進めていきます。 まず、パソコン側から200バイトのデータを送りますというところで、データ200バイトを送るときに、シーケンス番号、こちらはランダムで始め決められるんですけど、シーケンス番号に1、確認応答番号に1というふうなものを設定して送ります。そして、このデータを受け取ったサーバー側は、 返信として先ほど言ったように、1400バイトのデータに加えて、このシーケンス番号を返します。このシーケンス番号がどういう風に決められるかといったら、相手側が送ってきた確認応答番号のこの1というところをそのままシーケンス番号に設定するような感じになります。 だからこちらクロスしているような感じですね。確認応答番号の値をそのままシーケンス番号に入れるというところを覚えておきましょう。そしてこちら確認応答番号というところは今回201というところを設定しているんですけどこちらの設定する値に決まりがあって受け取ったシーケンス番号今回1というところにこのバイト数ですね受け取ったデータのバイト数200 なので、1たす200で201というものを確認応答番号として送るような感じになります。そして次はクライアント側から300バイトのデータを送りますというところで、 今回、シーケンス番号は、先ほどと同じ原理なんですけど、シーケンス番号は201。つまり、サーバーから送られてきた確認応答番号の201を、そのままシーケンス番号として設定するような感じになります。確認応答番号は、先ほどと同じ原理で、このデータの受け取ったバイト数ですね、1400バイトに、 このシーケンス番号の1の値を足したもので1401というところを設定してあげます。次にサーバー側から最後700バイトのデータを送りますというところなんですけど、もうこちらも先ほどと同じ原理になります。シーケンス番号にこちら確認応答番号として受け取った値をそのまま入れてあげて、確認応答番号にはこちら受け取ったデータのバイト数 プラスシーケンス番号の値というところで501というところを設定してあげてクライアントに返すような感じになりますそしてこのデータのやり取りが終わったら今回は終わりますよというふうにコネクションの終了のフェーズに入りますこのコネクションの終了というところはまず切断したい側がこのフィニッシュ フィンフラグとアックフラグというところを1にして設定して相手側に送るような感じになります。で、切断してもいいですかと相手側に問い合わせていいですよというところだったら相手側からアックが返ってきます。で、ここで切断が完全に終了するわけではなくてアックを送信した流れで このサーバー側からも、こちらからも切断していいですかという意味で、先ほどクライアントが送ったものと同じような意味合いで、サーバー側からも送ってあげるような感じになります。そして、クライアント側も切断していいですよというところだったら、こちら、アックフラグを返すような流れになります。つまり、コネクションの終了というところは、双方にやり取りが発生して、合計4回のやり取りが発生するようなイメージになります。 そして、データのやり取りの際に、一回一回相手に送って、その相手からの OK ですよというふうなのが来て、次を送るというところはちょっと非効率だと思いませんかこのデータを確認応答なしで連続で送れることができます。これをウィンドウ制御と言います。このウィンドウ制御について説明していきます。まず、大事なのがウィンドウサイズというものになります。 ウィンドウサイズというところは確認応答なしで連続で送れる量というところで先ほどの3ウェイハンドシェイクの際にこのウィンドウサイズを決められます前提としてパソコン側から6000バイトのデータを1000バイトずつ送信してウィンドウサイズは3000バイトという前提でいてくださいまずウィンドウサイズが3000バイトなので 1>, 1回に1000バイトずつ送れるというところで1000バイトのデータを3回送るような感じになります。この時のデータの前提としてはシーケンス番番号号確認応答番号1とします先ほどはこの1000バイトずつにやり取りが発生したんですけど今回はこちら3000バイト1000バイトずつに3回に分けて一気に送ってるようなイメージになります。 であらかじめ3000バイトという風なウィンドウサイズがありますのでこのウィンドウサイズというところも3000バイト送りましたという風につばつけをしておきますでこれ受け取ったサーバー側なんですけどこれ処理をしているところでまず2000バイト初めに処理しましたという前提でやっていきます まず初めの2000バイトの処理が終わりましたというところでここまで処理が終わりましたというところで確認応答番号に2001を返してあげますこれは先ほどのシーケンス番号1に対して受け取ったデータサイズの合計が今のところ処理できているのが2000バイトなので2000というところを送りますでここでクライアント側がどうするかといったら 全部で3000バイト送ったうちの2000の処理ができましたというところで、ウィンドウサイズですね。こちら、はじめ3つデータ送ったうちの2つが処理ができましたというところで、ウィンドウをずらしてあげるようなイメージになります。2000バイト分今ずらしました。このずらす行為をスライディングウィンドウと言います。 そして、このスライディングウィンドウをした中で、この4000のデータは先ほどのこの部分で送られていて、今、サーバー側で処理中なので、この3000と2000のデータを送れる猶予ができたというところがわかります。ですので、次にクライアント側からは、この余裕ができた2000バイト分のデータをサーバー側に送ってあげるような感じになります。 同じようにサーバーもある程度まとまった単位で処理ができたらクライアントに返してこのスライディングウィンドウで次どのデータを送ればいいかなというふうにクライアント側が判断してまとめてその分データを送るようなイメージになります。これをウィンドウ制御と言います。